キリル・オレーゴビチ・カプリゾフは、ロシアのアイスホッケー選手。2018年4月現在は、KHL の HC チェスカ・モスクワに所属し、ストライカーとして活躍している。また、男子アイスホッケーのロシア代表でもある。2018年ピョンチャンオリンピックでは、チーム最年少ながら金メダル獲得に貢献した。2017年ユースワールドカップの銅メダリスト。キリル少年は、 のぼくずにツくから1時間ほど離れたカズデボ村に住んでいた。4歳の時父に連れられ、弟と共に市内の郊外にあるアイス競技場にを訪れる。そこで彼はすぐにアイスホッケーを機に入り、アイスホッケーをプレーするようになった。キリル少年をアイスホッケーのトレーニングに参加させるため、父親であるオレグ・カプリゾフ氏が毎日のように息子を 郊外の練習場まで送り迎えをしていた。ホッケー教室では高いライディング技術を買われ、ディフェンダーとしてプレーし始めたが、一年後にはオフェンスとして起用されるようになった。少年チーム時代から試合での活躍は目覚ましく、1997年にコーチのアンドレールシャンスキー氏によって創立されたチームの選手として、ロシア選手権の決勝で3回出場した。ストライカーとして、 最も成功を収めたのは4試合4得点を挙げた2012年のトーナメントであった。キリル・カップリゾフというアスリートの育成には彼の最初のコーチであったアンドレイ・ルシャンスキー氏が非常に大きな役割を果たした。ルシャンスキーの指導の下、キリルはゴールキーパーを除けばどのポジションでもその役割を果たすことのできる選手として成長した。キリルは16歳までこの コーチのもとで育成を受けた。2018年1月、ロシア代表チームに加入した後、ルシャンスキーコーチに大し敬意と感謝とし、ヒュンダイ・クレタを贈呈した。ありがとうございます。